どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。まあいろんなねガジェットを紹介している僕なんですけれども、まあスマホのね次に手放せないの何って言われたらやっぱりこれですよね。イヤホン、動画を見たり編集したりするときに必須のアイテムですし、普段から音楽とかラジオを聞いてないと何もできない人間なんで、もう必需品なんですよ。そんな大事なアイテムなので、まあ、この完全ワイヤレスのねイヤホンに関してはいろんなものをね試して、ありとあらゆるモデル試して自分に合う1台っていうのを探し続けてます。たびたび動画でもお話ししてるんですけど、今ねメインで使ってるのはこれですね、テクニックスの EAH-AZ80 というねイヤホンで、まあこれはねすごくいいイヤホンですね。高音の気持ちいい抜け感、そして、まあ、ほどほどにね強いノイズキャンセリング、あとは通話性能の高さとか、まあ、イヤホンにね欲しい機能と音質ですね、これが全部ギュッと詰まっててすごくね気に入ってる一台です。そんなイヤホン、もちろんこのままのね買ったままの状態でも楽しめるんですけれども、さらにねこれを楽しむ、性能をね、引き出す方法があります。それがこのイヤーピースですね。これイヤホンの先につけるパーツなんですけれども、これを変えることによって音質がね大きく劇的にね変わることがあります。今僕が使っているのがこのコレイルのね、ブラスというね、中に真鍮製のパーツが入ってるね、ちょっと珍しいタイプのねイヤーピースで、まあ、これもねたびたび紹介しているので、もう買ってくれた方多いと思うんですけれども、これをね先ほどのテクニックスにつけて使ってます。このねクリアなシリコン素材の中に、このね音の伝導率の高いこの真鍮を入れることによって豊かな響きをね、増幅させてくれるという、まあ、真鍮ってね僕もあのトランペットやってましたけど楽器でよく使われる素材なんですよね、まあ、すごく音がね伸びやかに、聞こえる素材なんですけども、それがこのイヤーピースの中に入ってます。まあ、ちょっとねイヤーピースの中ではお値段高めなんですけど、だいぶ高めなんですけども、まあ、それにね見合う実力のあるね素晴らしいイヤーピースだと思います。でこれもね非常に気に入っているんですけれども、最近ですねこれの新型が出ました。ちょっとねバージョン違いのものが出て、それね買って使ってみたところですね、それもなかなか良かったので、ちょっと今日はそれのお話と、もう一個ね別で、紹介したいイヤーピースがあるので、今回2つですね新たにイヤーピースね紹介しようと思います。まあ、特に、このテクニックスね、使ってる方とか、あとはね、人気のモデルだと、まあ、ソニーのね WF-1000X M5 とかね、こういったものを使ってる方には相性のいいイヤーピースになってるので、ぜひチェックしてみてください。はい、では今回試してみてよかったイヤーピースですね、お話をしていくんですけども、それがね、一つ目こちらになります。これ同じコレイルからですね新素材を使ったもの、コレイルアルアロイというね、モデルですね、これが登場しました。先ほどのコレイルブラスは中に真鍮素材を使ってたんですけれども、こちらはですねアルミですね、アルミの合金を使った、このパーツがね中に入っているっていうモデルになります。こんな感じで中のね金属部分のパーツが黒で着色をされているものになりまして、ここがアルミですね。サイズの違いが分かりやすいようにちょっとね色が入っていて、これはね M サイズなので黄色のねラインが入っているっていう形ですね。で基本的な構造は同じで、このねクリアなシリコン素材で中にこの金属のね軸が入っているっていうものになってます。でこのアルミモデルと真鍮のね大きな違いね一つありまして、それはですねこれ僕が、もうどんぐらいかな、半年以上かな使っているコレイルブラスモデルなんですけども、今ねこんな感じになってます。このね真鍮のところからこの緑のねサビっぽいものが出て結構変色してきてるんですよね。これあの10円玉とかずっとね放置していくと緑色のねサビみたいなのが出てくると思うんですけども、これあの緑青と言いまして、まあ、こういったねあの銅とか真鍮使ってるとこの緑青がねどんどん酸化して出てきてしまうっていうまあ特性があるんですね。まあ、これはねちょっと素材のね性質上仕方ないことではあるんですけれども、まあ、結構ね、まあ、見た目的にはあんまりこうねよろしくないというか、ちょっとね、まあ、汚く感じてしまうね人も多いんじゃないかなと思います。で、まあ、あとねこれのね掃除もできないんですよね。中にこのパーツが埋め込まれているので取り外して磨くっていうこともできないので、ちょっとそこがね確かにこのモデルあの弱点ではあったんですよ。一応これが新品のコレールですね、使い始めの頃のコレールなんですけど、めちゃめちゃやっぱ綺麗ですよね。でこれがまあ数ヶ月使うとこういう色に変色してくるので、そこはこのコレールね割り切って使う必要がありますね。まあ、すごく音色ね音質いいんですけれども、まあ、こういったね課題がありました。
でそれに対してこのね、新作の、こちらですねコレイルアルアロイアルミ合金のね、モデルに関しては、まあ、そういったものがね、出ません。基本的にこうサビとか緑色とかそういったものが出ないので、まあ、ずっとね綺麗に使うことができますっていうのが、まあ、一個ね大きなポイントになります。テクニクスにつけてみると、こんな感じですね、まあ、やっぱりこのコレイルのね、テクニクスとの相性の良さっていうのはすごくありますよね。このクリアパーツとこの金属素材っていうところはすごくねデザイン的にも親和性高いんじゃないかなと思います。でテクニクスはね、このケースもこうやって深いね作りになってるので、まあ、こういったね、通常のイヤホン用のイヤーピースつけてあげてもこんな感じでねパタッと閉まるので、まあ、こういったね互換性のところも問題なしです。で一応このソニーの WF-1000X Mark V ですね、こちらの方でもこれねつけることはねできます。こんな感じで、カチャッとねつけてあげて、このねケースにもねしまうことはできるんですけれども、まあ、1個だけねちょっとね懸念点がありまして、ソニーの Mark V にはこれワックスガードっていうね耳垢とかを中にねイヤホン内部にこう入らせないような、ネットみたいなものがねこれついてないんですよ。でこのね、イヤーピース、これ純正のイヤーピースなんですけども、このイヤーピース側にネットがついてるんですね。なので、このネットがついているイヤーピースしかね、使えないっていうね仕様になってるんですけども、まあ、ちょっとこのねコレイルシリーズはそのね、ワックスガードネットがないので、このソニーのイヤホンにはつけらんないんですよね。ぜひこのコレイルのね音の抜けの良さをこのソニーでね体感してみたいなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとねそういうね仕様上のね都合でこれ使うことができません。まあ、なので、まあ、ちょっとソニーね使ってる人はこの後に紹介するイヤーピースの方がねいいと思います。続いて大事な音質面の話なんですけれども、まあ、基本的なね特性は先ほどのねコレイルブラスとそこまで大きくはね変わらない、イヤホンになってます。形だったりとかこのねシリコンと金属の組み合わせっていうところで言うと一緒なので、まあ、大きくは変わらないんですけれども、それぞれねちょっと特性があって、こっちのねブラスですね、真鍮の方は、まあ、とにかくね先ほど言った通り高音の切れとか抜けがとにかくいいですね。なので残響感とか音の響きっていうのを豊かに感じられます。でその代わりなんですけど、まあ、ちょっとね曲とかあとはイヤホンによっては高音が刺さりやすかったりとかね高音が増幅されすぎちゃうみたいな、こともあるんですね。それに対して今回のね新作のアルアロイに関しては、全体的にねあの真鍮モデルよりも音がね、1段階丸くなります。あの丸く太くなって、まあ、芯が強くなって解像感が上がる感じですね。特に、中音域、一番ね人の声とか、まあ、楽器のね音が多い音域なんですけれども、まあ、そこの音がよりねクリアに明快に聞こえるようになりますね。でその代わり高音のこうなんだろう残響感とか繊細な響きみたいなところは、真鍮モデルの方がね良かったりするんですけれども、それでもかなり抜けのいい方ですごくね、まあ、クリアで気持ちいい音をね聞かせてくれます。なのでコレイルシリーズの良さはそのままに、音のね像をくっきり捉えたいとかガツンと感じたいっていう方はこのアルミのモデルで、よりねやっぱりこう音場とかこう全体的な空気感を大事にしたいっていう人はこちらの、ブラスのね真鍮のモデルがいいんじゃないかなと思います。でその上で、まあ、より汚れづらくね、使いやすいっていうのがこちらのアルミのモデルですね。続いてもう一つ最近ね買って試してね良かったなと思うねイヤーピースがあるのでこれも話しておきます。これねセドナイヤーフィットの 4MAX っていうですね、まあ、結構ね最近話題になっているイヤーピースの一つですね。これが意外とねテクニクスにもあとソニーにもね両方ともね相性がいいねイヤーピースだと思うのでちょっとね紹介していきますね。これね本体が早速ねこちらにありまして、これね名前の通りですねフォームタイプのイヤーピースになります。フォームタイプっていうのはですね、まあ、低反発のね素材で作られていて、まあ、こうやってギュッと潰してあげると、じわじわっとですね形が戻ってきて、でこのね、戻る段階で耳の中にねこうギュッと、圧着をして耳の形に沿って吸着をしてくれる、まあ、非常にですね遮音性の高いイヤホンになります。まあ、僕もねこのフォームタイプすごく好きで、あのコンプライとかね昔からよく使ってたんですけれども、最近はねこのフォームタイプだとこれがねすごく評価をされてます。で、まあ、これが、ね、評価されている理由なんですけれども、このフォームタイプってですね、基本的にはですね高音が減衰しやすいと言われています。まあ、遮音性高める代わりに、まあ、音の、ね、響きみたいなところも吸収されちゃってちょっとね高音がね減っちゃうんだよなっていうね、特性があるんですけれども、この 4MAX のね、特性としてこれフォーム型なのに高音の減衰が少ないっていうねところにあります。
これね、外側フォーム素材なんですけれども、中にですねこのシリコン製のねノズル、これをね採用することによって遮音性をね高めてくれるっていうアイテムになります。テクニクスにつけてみると、このような形ですね。これねテクニクスとも結構相性いいなと思ってて、テクニクスねノイキャンね、そこそこ強いんですけれども、やっぱりソニーとかあとボーズとかねエアポッツに比べると、若干1点劣るんですよ。で、そういったね足りない遮音性ノイズキャンセリング能力のところをこういったねイヤーチップで補ってあげる、遮音性を上げつつ、音質もね損なわないっていうところで言うと、これはねかなり相性のねいい組み合わせだと思います。さっきのねコレイルはどっちかっていうとこのテクニクスの長所をね伸ばすようなタイプのイヤーピースなんですけれども、逆にこっちのねフォーマックスに関してはテクニクスの短所をね補うような形ですね。穴を埋めてくれるのがこっちのねフォーマックスで、長所を伸ばしてくれるのがこのコレイルっていうね、感じで捉えてもらえるとすごくね分かりやすいんじゃないかなと思います。でこのフォーマックスはですね中にね、ちゃんとこの網、ワックスガードがね、ついているので、先ほどね話したこちらソニーのねマーク5ですね、こちらの方にも、つけることができます。もともとこのマーク5にはね最初からこの純正でねこのフォームタイプのイヤーピース、これがついているんですけれども、聞き比べてみるとやっぱりねこちらのフォーマックスの方が音のね抜けがね一段いいですね。高音のね減衰が抑えられているのですごくね気持ちよく音ね入ってきますし、遮蔽感とか、密閉感、遮音性のところですね、これもフォーマックスね非常にね優秀だと思います。純正のやつもね悪くないんですけども、ちょっとだけねこのフォームの密度がね薄いね作りになってるんですよね。なので、フォームタイプとはいえねそこまで遮音性が高くないね作りになっているので、このソニーとの相性としては、同じ方向性ですね、純正のイヤーピースと同じ方向性で、さらにねこのポテンシャルを引き上げて高めてくれるのがフォーマックスなんじゃないかなっていうね、感想でした。はい、というわけで今回はこちらコレイルのね新型アルミの軸を使ったアルアロイモデルと、こちらセドナイヤーフィットのフォーマックスというですねイヤーピース、これについてお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。マニアックなんですけど結構面白くないですか。つけるイヤーピースによって、それぞれのねイヤホンの特性が変わってくるんですよ。このね、テクニクスにどちらのイヤーピースをつけるかによって、長所を伸ばすのかそれとも短所を補うのかとか、そういったところのバランスを考えながら、カスタマイズするのがねまた楽しいんですよね。そういったところもね考え始めるとどんどんね深く沼にはまっていっちゃうんですけど、せっかくねこういった完全ワイヤレスイヤホン今ね決してこう安いものじゃないので、本当に3万円4万円とかそこそこ高い値段でね、買うものなので、せっかくだったらね、こういったイヤーピースとかいろいろこだわってみて、よりねこう楽しさとか音の良さっていうところを引き出してみるのがねいいんじゃないかなと僕は思います。いやちょっとね、悩ましいな。このコレイルね真鍮の音めっちゃ僕好きなんですけど、確かにねすごいこう汚れてきちゃうというか見た目的にあんまりね美しくないなっていうのはあるので、このアルミモデルとねちょっとしばらく併用して使ってみようかなとか、でもやっぱりねカフェとかで作業してるときは遮音性も気になるので、このね、フォーマックスもいいなとか結構ね今ガチでねちょっと悩んでます。この辺はまたね、カバンの中身とかポーチの中身とかでイヤホンの話すると思うので、その時にね、今最終的にこれ使ってますみたいな話はね、すると思うんですけども、どれもねそれぞれ良さがあるので悩ましいなと思うねイヤーピースたちでした。一応ねそれぞれの特性はねお話しした通りなので、皆さんもね気になるものがあったらぜひね買って試してみてください。こんな感じでこのチャンネルモノグラフでは、こういうガジェットに関するお話ねよくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたらぜひいいねもしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフのこちでした。バイバーイ。